下げないと下げないと、あれ始まってる、始まってるんじゃない、あ、これか、そう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 、ヤッホー、え、わかんない、始まってる、あ、始まった、こんにちは、こんばんは、こんばんは、今日もお疲れ様、コメントが待ってこれか、おー、出てきた、あれ、あ、出てるよ、あ、出てきた、こんばんは、皆様、ヤッホー、 MC 決めてない、じゃあ行きます、こんばんは、8月27日火曜日の乃木曜日を担当する、3期生中村れのと佐藤楓と坂口珠美です、お願いします、今週の乃木曜日は5月8日の4期生ライブと9日の3期生ライブを盛り上げる特別配信です、って感じで皆さん今日時間が遅いからね、いつ見れてるのかな、こういう時間にやるのめっちゃ久々、ほんまないもん、もう夜って感じ、うん、起きてるかしら、さすがに9時だからね、お疲れ様です、皆さん、お疲れ様です、お疲れ様です、この時間帯見やすい、見やすいって、ね、あ、ほんと5時とかにやるよりは、まあ、そっか、見やすいよね、見やすそうだよね、どうもどうも、今日は何してた？書いてあると思う。今日は何してた？何してましたか？何あれ？え？何？そう、そっちの画面でさ、たまにすごいすごいのがさ。何だろう、わかんない。何だろうね。今日何？平日か。うん。お仕事ですか？お仕事ですよね。そうだよね。仕事です、ハンバーグ食べたよ、だっていいな、あ、いいな、いいな、そっか、お腹すいたね、お腹すい すいた、もう、あ、ほらほらほら、これこれ、なになにこれサブサブサブ、わかる、なに今の、わー、どうぞ宿題やるね、前回のメンバーからの宿題やりたいと思います、はい、はい、こちらです、何も見えねえはい、なんて書いてある、たまみさん、かえでさん、れのさんへ、はい、3人で お互いの似顔絵を描いてください、まゆたん、さやか、りかより、おお、あ、1万人ありがとうございます、じゃあ、お二人の2分描いてください、あ、そういうこと、2人よね、2枚ある、はい、でも後ろ向いちゃってるから、そうですね画面見ながらやるな、あ、これか、え、似顔絵、うわー、すごい、過去なく不可能に絵を描く、たまみの絵はね、すごいなんかもう見慣れてるっていうか、似顔絵さ、うまいんだよ、絵見慣れちゃってるね、うん、絵のは神様くらいに、え、何だよ、こっちか、本当に私ですか、もう何のツッコミもない絵を描くからさ、いやいや、何の当たり障りもない、え、難しい、今髪の毛見すぎて顔難しいね、そう、でも私みんな目が一緒になっちゃう、わかる、え、ちょっと待って、レンがめっちゃチュー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 ってくる、じゃあレンを描きます、難しい、横顔って見えない、横顔描いてんの、横から見てるの、あ、そっかレノは顔面越しに見るな、まあ、目が大きいですね、でも横から見たら目がめっちゃ気になってるね、
って難しいんだけど。ねえ。なんですよ。そうよく言われる久保とかにもさ、エクステつけすぎて、そうあれレノ髪伸びたって。いやこれエクステエクステ。ちょっと待って。何？なんでもない。あ、負けました。できた？できた。あと変える？じゃあ私から、うん、いきます。じゃあ最初で、はい、たら画面に来ないと見えないな。あ、かわいい。え、誰？見えるじゃないか。こんな感じ。あ、かわいい。あ、レノっぽい。かわいい。かわいい。こんな感じ。ありがとう、そんなかわいくしてくれ。いやいやいや、星までついちゃう。で、たまみがこれ、かわいい。絶対見えてないでしょ。見えてるよ、ここから。かわいい。これです。ポイント、ポイントはなんか2人ともまつげが綺麗だから、まつげもちゃんと描きました。ありがとうございます。かわいい、かわいい。っていう感じです。じゃあ私からレノ。お、じゃあ下手じゃない？レノはお目目がもうクリンクリンだから、ちょっとお目目見える。前出す？ありがとう。お目目クリンクリンにした。わあ、ありがとう。まつ毛はね、長くてね、綺麗だからね、描いた。ありがとう。たわみ、はい。たわみは、ね、横顔になっちゃうんだけど、見えますか？なんか難しかったね、横顔。ねえよ、あ、本当に横顔じゃん。なんかさ、え、下手じゃない？目を描くのが難しくて、なんかすごい寄り目みたいになっちゃったの。いいね、いいね、横顔です。私から見たかな。ありがとう。ありがとう。嬉しい。じゃあ、レノ。お。こちら。え？どれどれどれ、怖っ、どこがね、比率やばい。ポイントは、うん、クリッとしてる目と赤ちゃんみたいな顔。おお、体は赤ちゃんだけどね。確かに、かそれはそうだ。怖っ。髪の毛もないしね。髪あるよ、これがなんかキュッっていうのイメージしたの。え、でもなんかたまみの正面からの絵って珍しくない？そう、あ、確かに。なんかいつもそう横顔、変な感じ。レンちゃん。え、なんか、え、私前髪見たらしい。レンのシースルー前髪を表したの。あ、表してるかも。表してるでしょ。うん、で、口がちっちゃいの。あ、それは確かに。あ、確かに捉えてる、ちゃんと。でしょ。で、まつげがもう超綺麗。やっぱそうだよね。ありがとう、うん、あげるプレゼント。怖い、ありがとう。やっぱみんな違うね、絵のタッチが、みんな違って面白い。さすがです。はい、こんな感じで宿題
終わり。あはい、じゃあこれからちょっとライブの話、うん、そうだね、してこっかな。私たちの3世ライブは5月9日、日曜日。あと12日だって。そう、うわ、やばい。あと12日ってやばくない？なんだ、5週間よりない、ね、すぐじゃないか。焦る。残念ながらね、今日発表されたけど無観客に、ね、無観客で配信になってしまったんですけど、ね、まあね、パワーを届けられてね、ね、画面越しでも、ね、熱さを、ね、ね、なんかさ、このさ9日ってさ、なんか3期ライブ初日みたいな、うん、あ、4年前の3期生ライブの初日が5月9日だったらしくて、うん、そう、なんかエモいよね。エモい、やばいね。成長してるかしらね。その姿を見せられたらいいな。そうだね。え、ちなみに4年前のライブ来た人いますか？いるかしら。どうだろう。懐かしい。すごい、すごい近かったよね。アイアシアター、懐かしいね。私たちの聖地みたいな。え、ってかさ、あのさ、アイアシアターさ、うん、プリンシパルだったかライブだったかちょっと覚えてないんだけど、うん、あの1日ライブ2公演とかある日あったじゃん。 あの時にさ、その休憩時間楽屋にいるときに、うん、あの楽屋の窓開けたらさ、うん、ファンの方のグッズ列みたいな見えてたじゃん。開けたら、でそっからさ、なんかさ、デンちゃんとさなんか犬の遠吠えみたいなさ私と誰が、誰だっけ、レンカ、レンカもそういて、あと誰かもいたよね。レンカかな、レンカ、やるならレンカだよね。めっちゃいたかも、やってたよね。やってたね、え、聞こえてたの誰か、その犬の名前いるかな、聞こえてた人。めっちゃなってたからさ、ダメだよ、絶対気づかれてるよ、うん、絶対聞こえる距離だったもんね、あれ。え、そんな近かったっけ。めっちゃ近かったよ、絶対聞こえてたよ。懐かしい、楽屋から。いや、多分ね、どっちだ、和王みたいな。プリンシパルじゃない、プリンシパルかな、そんな空気じゃないかな。めっちゃ懐かしい。あの時の犬だって。あ、そうです、そうです。そう、すごい、すごい、運命だ、運命。そう、そんなこともあったなって。よく覚えてる。めっちゃさ、なんかアサイもらってる。あ、そう、あー、ユーリさんとかじゃない。あー、そうだね、先輩が来てくれたのに、ね、いろんな方が見に来てくださったね、あのライブ。懐かしい。へー、楽しみだね。ちょっと、えー、何？よいしょ。あ、2万人だって。うわ、ありがとう。ありがとうございます。そんなね、3期単独ライブがね、はい、乃木動画に配信されてるそう。おぉ、ぜひ見てください。まーぜひ。懐かしいね。いやー、ほんとお立ち台とか行ってる。行ったね、めっちゃ近かった。めっちゃ近かった。懐かしい、ね、近い距離でライブしたいな。ほんと、じゃあ、意気込み、ライブの意気込み、一人ずつ行っていく。へい、お、え、誰から行く？三勝はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。どうだった？あ、負けた。じゃあ、あ、私？そうですね。あの頃から4年、4年ですよ。まあ、みんなね、ここでそれぞれ活躍の場も増えて、うん、まあ、そこで誓ったものを画面越しになってしまいましたが、もう発揮させて記憶に残る3期生ライブにしたいなと思うので、楽しみにしていてください。シェーイ。はい、はい、意気込み、なんだろう、あ、そう、私たちは特にこう、うん、アンダーライブをやらせてもらったりとか、うんうん、結構ライブはたくさんやらせてもらえていると思うので、それをもう見てみ
ろうっていう感じ見せてやる、ね、そうそうそう、ライブで培ったこう力を、うん、ライブパワーをあのぶつけますので、うん、配信だけど楽しみにしていてくださいませ、ね、はい、はい、でもやっぱさ、なんか3期生ライブ単独っていうのは久々じゃん、うん、ほんとその4年前のがからずっと単独ではなかったから、久しぶりにそのみんなでできるっていう、なんかメンバー同士でもさ、こうなんかいや嬉しいよねみたいな話とかもしてたし、なんかその嬉しさもファンの人と共有できるっていうこともすごい嬉しいし、あの頃から4年経ってまだこう3期生みんな入れるっていうのが本当にもうそれだけでもすごいことだなって思うから、なんか今あるこの時間を大切にして、なんかみんなでこう楽しく思い出に残れるようなライブにできたらいいなって思います。配信だけどぜひ見てほしいです。見てね、楽しみだ ね、 ね、うん、どんなライブになるかな、ね、結構なんか今回さ、今までやったことない感じのやつとかもあるじゃん、うん、あるね、そうね、なんかさ、あれがいっぱい見れるよね。いや本当にそう、そう、こんなに1個のライブで、うん、あれを見る、あれ、なんて言えばいいんだろうね。いやでも言えない、うん、そう言えないんだけど、あれがいっぱい見れますよ。これはやばいですよ、これは嬉しいよね、うん、嬉しい、自分だったら嬉しい、やばい、楽しみにして、楽しみにしてください、うん。はい、こんな感じですかね。頑張ろうね、頑張りましょう、イエーイ。はい、じゃあこれ、ん、あ、同期トークだってそのまま読んじゃった同期トークのコーナー、同期の思い出話、思い出、いや本当だよね、うん、やっぱりみんなでさ、いつも盛り上がるのはさ、昔のダンス動画、ああ間違いない、いや、なんかハゼキはもう王道なんだけど、面白さは、うん、なんかそれに隠れてさ、面白い子も何人かいるじゃん、わかるわかる、いるいるいる、最近見つけたんだけどさ、うん、3番目の風のさ、最初振り入れした時の動画、うんうん、みんなすごいもうなんか迫力じゃん、バキバキだよね、バキバキじゃん。その中でもヨダラさんはバキバキなんだけど、うん、すごい面白いの、面白い、絶対ってなんか見せたっけ前、うん、吹雪抜けろとかもこうなんかもう一人だけ食いってもう一もう一段階行くのよ、はい、見てほしい、それなんかもうヨダじゃないみたい、そうめっちゃ面白いの、そこで、ね、永遠に笑ってたこの前見たい見たい、覚えてないな、やっぱ、見せたいよねファンの人、確かにこのハジキやばいよみたいな、結構あるよね、これ面白いとか失敗しちゃうね、え、全部持ってる今までの、え、でも消し、あんま消さないからあると思う、本当、私めっちゃあるんだよねホルダー、やばいよね全部撮っとしたら、やばい、私何万くらいある、やばい、そんなに難しいね、梅とかも全部持ってるもんね、ね、梅、梅とあやちゃんはそう、あ、そう、だいたい持ってるよね、送ってって言ったらね、だいたいすぐ送ってくれる、うん、なんかある思い出話、思い出、自撮り送るやつ、あ、懐かしい、あったね、それでも有名かな、三期生ファンの人は、うん、結構話してるもんね、うん、確かに、ヨダが時代学院に行ってきたりね、そう、お疲れ様です、今日の時代です、スタンプ送っちゃったりさ、あの時まださ送信取り消し機能がなかったから間違えましたの人さ文を送んなきゃいけない、これ伝わるかな、めっちゃ面白かった、めっちゃ面白い、でそのスクショ私残ってるって面白くてスクショしちゃったもんそれ、やばい、未だに残ってた、カズキのさスタンプも面白かった覚えてる、しかもそんな文、なんかスタッフについてるさ文章でさ頭使いなよ誰の後か忘れちゃった、大人もいるね、そうグループトークに面白かった、それはきついよ、3期生
やばいよやばいよ。メンバーしかいないやつと間違えちゃうね。そう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 。あったね、そんなこと。懐かしい。へえ。いつからかなくなったけどね。そうだね。自然消滅したよ。自然消滅して。懐かしい。懐かしい。なんだろう、でもなんか結構いろんなとこでもうなんか結構喋ってるよね。なんだろうな、あとなんだろうね、まあ、あるはあるだよ、多分あるんだけど、ありすぎてね。そう、確かに何なんかね、ふとした時に思い出すよね。そうなんだよね、こんなことあったって。なんかカラオケも行ったよね。行った。あの時の動画あるけど、レイもめっちゃふわふわな服着てそんな時期もあったよ。クリスティもだね、うん、水色のなんかスカート短くて、なんかメイドカフェかみたいな服着てた。着てた着てた。覚えてる、あの服。めっちゃ覚えてる。本当に懐かしい。あそこでなんか肌様とかなんか色がやったやったやった。スタンドマイクとかあったもんね。そうそう、スタンドマイクあったね。懐かしいね。懐かしい。まあね、ちょっとまあそんな感じで思い出ありつつ、そろそろあの乃木帯選手権の方に行きたいと思います。今回はですね、いつもと違って鬼別で他の期のメンバーと争います。勝敗は各配信者の平均ポイントを算出して決定します。1位だった期にはご褒美が贈られます。あ、これは勝つしかない。競技は乃木坂メンバーモノマネ100本ノックです。一人が紙に書かれたメンバーのモノマネをします。他のメンバーが回答者となり、正解できたら今度は別のメンバーが紙に書かれたメンバーのモノマネをします。順番にモノマネをしていき、60秒間でなるべく多く正解しましょう。ちなみに先に行われた1期生2期生メンバーの成績は平均3人で同点でした。へー、ね、頑張ろう。頑張ろう。5。昨日5。5？ 5って結構すごくない？結構じゃない？だって。結構だね。いや、6は目指そう。1分だよ。だって1個。1分か。これ押さなきゃ意味ないのか。そう。あ、そうだ。それ1秒になってるからね。0秒で読む。あ、本当だ。1秒も無駄にしちゃう。1秒も無駄にしちゃう。何、どうしたらいいの？そこじゃない？え、むずくない？だってメンバーもパスもありなんだもんね、これ自分で。そうね。よし、じゃあどっと誰から行く。え、これ、え、あ、じゃあこうでいっか、レンの時計回りで。うん、うん、頑張って。え、これあの名前言わなかったらどこまででもヒント、ヒントってか、そうそう、言って大丈夫なの。うん、言葉も出していい。ほんと？うん、2人が当てるんでしょ。そう、これじゃあ見えないように見なきゃいけないってことね。そうね。オッケー。ちょっと待って。前回のやば。できる？じゃあ、うん、頑張る。うん。いけるかな。はい。よーい。ピッ。え？It's show time。あ、しほちゃん。はい。はい。僕ね。あ、リリア。チョコ
あ、すごい。あ、なるほど。それを抜いて7個すごい。おお、明日のメンバーがね、どうなるかわかんないけど頑張って。すごいね。すごくないですか皆さん。わあ、結構いった。何があったんだろう。あ、私次自分だったんだけど。次誰だったかな。面白い。結構みんなでも分かりやすいのでよかった、ね、確かに。パス何だった。あのね、4期生のね、ゆなちゃんと、あ、難しいね、佐藤ちゃんだったんだけど、あの、あ、難しいね。そう、なんか、あの、なんか名前が出ちゃう。そう、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 名前出さないって結構難しい。確かに難しいね。でも、あ、でも、よかった。千代ちさんわかった、わかったよ、ね、なんかもう足長い真似しかできないやって思って、すごいね。あ、でも7個は上出来よ。すごい、やった。6個よりいったね。すげー、イエーイ。ちょっとこの調子で、あの、明日以降の3期生頑張ってって感じで、ね、頑張って。はい、じゃあ、お、ここでじゃあ明日のメンバーも発表したいと思います。お、明日の配信メンバーは、3期生の梅澤みなみと久保しおりです。イエーイ。梅しお、イエーイ。これはね、宿題に期待できそうだよね。ね、頑張って。めっちゃ強そう。頑張ってください。宿題何するの。あ、そうじゃん。宿題どうする。どうしよう。なんかいいのありますか皆さん。何がいいかな。募集募集。梅塩昆布強そう。いいじゃん。ね、いいね。何がいいかな。何がいいかな。ハードなやつ。ハードなやつ。ぶりっこ。ストコ。ストコ。急にストコ。急に。ストコきついね。初期の自己紹介。え、何やしたっけ。もうないか別に。何だろう。そうね。ギャル語で会話。梅がめっちゃ嫌がりそう。嫌がりそう。梅ね、タミが言うじゃん、大好きとか。うん。あ、実は嬉しそう。本当に？だからいいと思う。これからも言うわ。え、それにすんの？じゃあ。いや。え？どうしよう。どうする？愛してるゲームきつ。2人で愛してるめっちゃきついな。懐かしい。何がいいかな。ストコでいいんじゃない。ダブルストコ。うん、いいね。ストコじゃ。ストコで3期生の好きなとこ言ってもらう。あ、いいね。オッケー。じゃあそうしよう。ちょっと後で書いたらどうなのかな。今書いた方がいい。ストコでなんだっけ。考えすぎてね。ストコで3期生の好きなところ。オッケー。一つずつ好きな、あ、そういうことね。うん、2人で一つずつなあ。とこストコでってすごいね。でも久保ちゃん、そう、ストコママだったから。あ、そうね。あ、そうじゃん。そうそう、梅はやってないのかまだ。見たいね。楽しみ。はい。オッケー、ありがとう。はい、終わりの時間。はい、じゃあこんな感じで明日の宿題です。ストコで3期の好きなとこ1つずつ。はい、じゃあ、こんな感じでね、今日の乃木曜日火曜日の終わりの時間です。早い。明日の乃木曜日の時間は決まり次第、
ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のお相手は中村れのと佐藤楓と坂口智美でした。バイバイ。